内空付近の島地山と上地山島地山は、三重県伊勢市宇治にある山域である。島地は、島へ通じる、道の意味と考えられている。島地山は、南東方面から、伊勢神宮の内空へ流れる伊鈴川支流の島地、川流域の総称で、流域の両線の周囲は、約20キロメートルである。特別な山頂を意味しないが、浅間山の山頂と接するほか、 いくつかの山頂と接する。西は、伊津川流域の上地山と両線を共有する。伊勢神宮の他の森林と合わせ、神宮林と呼ぶ。東に、鳥橋河内へ至る山伏峠があり、南には、島市磯部町へ至る大阪峠がある。大阪峠は1965年に開通した。伊勢道路では、島路トンネルが作られた。伊勢道路の島路山北部には、 石津トンネルが作られた。島地山と上地山には鹿などの動物が生息しており、伊勢道路などに現れることがある。島地山は他の神宮林と同様に、古くは神宮式年仙宮に用いるヒノキを調達するおそま山であったが、これらの森林のヒノキが枯渇したためおそま山は年代により変遷し、基礎と美野がおそま山となっている。神宮では、 対象末期から神宮林で、ヒノキの植林を行っているが、干伐材を除けば、仙宮に使えるようになるのは2125年からと予定されている。島地山では、ヒノキの人工林以外に、紅葉樹も保護されており、学術的に貴重な信仰根工林とされる。ありがとうございます。